それでは時間になりましたので開始いたします。本日これから MAXQDA で、自由記述を含むアンケートデータの分析するという内、トピックでスポットライトセッション担当いたします。笹生と申します。よろしくお願いいたします。ではここからは画面を共有して進めてまいります。今皆さんにスライドが見えているかと思います。万が一見えていない場合、すみません、チャットでお知らせください。ちょっとチャット確認しますね。で、チャットの一番上にピン止めされているリンクからハンドアウトをダウンロードしていただけると思いますので、合わせてご利用ください。では、MAXQDA による自由記述アンケートデータの分析というトピックで、スポットライトセッションを開始いたします。このセッションではですね、MAXQDA でアンケートのデータがどう扱われるのかということで、まずインポートの手順、それからサーベイデータをカテゴライズするというアンケートデータの分析を、まあ、より効率よく見落としなく進めるためのツール提供されているので、こちらを中心に見ていきたいと思います。あと、ハンドアウトの方では、さらなる分析の可能性ということで、これ以外のツールにも触れています。ただ、すべてご覧いただくにはちょっと時間が厳しいかなと思うので、もしよろしければ、終了後にそのハンドアウトに記載されているツール名と、あと同じく、ガイドブックのダウンロードのリンク貼ってありますので、そちらから、ガイドブックダウンロードしていただいて見ていただくとより詳細に分かっていただけるんじゃないかなと思います。ではですね、まずアンケートデータが MAXQDA の中でどう扱われるかというの、まずはこのイメージ持っていただきたいと思うんですけれども、アンケートのデータどのように収集したとしても、まあExcel ですとか、もしくは SPSS などでもいいですが、こういう表のテーブルの形式でお持ちになるイメージがしやすいんじゃないかなと思います。そうすると、この1行が1回答、1回答者の回答がすべてこちらの1行に収まると。で、その中には自由記述、テキストで書かれている回答もありますし、選択式の回答もある。あと、この一行、回答者一人一人を識別するためのユニークな ID になるような項目があると。こういう仕組み、こういう構成になっていると思います。これを MAXQDA にインポートしますと、この一行一行が文書として扱われます。そしてこの ID が文書名になります。ではその文書のコンテンツにあたるテキストの部分というのは何かというと、自由記述に書かれているテキストがこの文書のコンテンツとしてインポートされる。で、それだけではなくて、この列ですね、全員がこの自由記述回答、まあ、一問目の自由記述、この全員分を集めてコードにする。二つ目の自由記述も全員分を集めてコードにする。というように、このテキストは使われます。では、合わせて収集された選択式の回答ですね。例えばこれ、居住地であるとか、年齢層であるとか、こういったもの情報はどうなるのかというと、文書変数として扱われます。で、ここからは実際にデモで見ていきたいと思うんですけれども、皆さんが、ご自分でも試しやすいようにサンプルプロジェクトを使いたかったんですが、残念ながら日本語のサンプルプロジェクトには、アンケートデータが含まれていないので、私どもでデモ用に収集しておりましたデータを使用します。まあ、内容としては、新型コロナウイルス感染拡大の初期の頃、まあ、緊急事態宣言1回目が出た時点での仕事や生活の変化、
に関して、まあ、答えていただいたもの、いう。まあ、とは言っても、まあ、ダミーのデータですね。回答の協力をしていただいた方にも、実際の、ご自身の体験、必ずしも実際の体験になっても構いませんというように申し上げて協力いただいたようなデータ、使いたいと思います。ではですね、ここで、まず、インポート前のデータ見てみましょう。こちら Google Forms で実はオンラインで収集したんですけれども、それを Excel で読み込んでいます。で、見ていただくと、まあオンラインで収集したのでタイムスタンプがあったりとかしますが、そこにこの ID、文書名になると申し上げてユニークな ID を振ってある。そして自由記述が2問。で、それ以降に見ていただくと選択式の回答がされている。お住まいですとか、まあ、性別、年齢層、職業。あとは収入とか支出、生活の変化、生活満足度の変化などがこちらに選択されているというようなデータになります。で、ここでですね、インポートする前にやっておいた方が良いことなんですけれども、まず、例えば、これは性別の選択肢をもうテキストで男性とか女性というように示しましたので、値も男性、女性と入っていますが、例えばこれ F と M とか0、1とか、記号で取っている場合あると思います。あと、統計ツールで、データを管理していたりすると、この、例えば、以前より収入が減ったとか変わらないとかいうのも、1,2,3,4 というような記号で取って、そこにラベルとしてこの変わらないという文字列がついてるみたいな風に収集されてる場合もあると思うんですね。で、そういった場合に、MaxQDN の中で、この表示、どちらが使いやすいか、どういうように管理しておいたら使いやすいかということを先に決めて、インポート前に整理をしておいた方がいいと思います。あと、複数の選択ができるこういった項目。これは同居者すべて選んでくださいというように、な設問なので、複数答えている方の場合は、このGoogle Forms の場合ですと、一つのセルの中に複数の選択肢がセミコロンで区切られて、まあ、インポートというか、まあ、入力をされているような状態で集まっているんですね。で、この複数回答、複数の選択肢を選択できている場合に、これ、MaxQDN の中に入れて、どういうふうに使うかなというのを先に考えて、持ち方整理しておいた方がいいかもしれません。あとはですね、まあ、日付の計算ですね。今お話ししたようなことも MaxQDN に読み込んだ後に編集することももちろん可能なんですが、例えば日付の計算などは、MaxQDN よりも外側で、例えば統計ソフトとか Excel などを使った方が、そういったソフトの方が得意なんじゃないかなと思います。例えば入院日があって退院日がある。そこから入院期間という項目を作っておきたいというような場合。実際のこの回答ではないですけれども、回答に付随する情報として何か計算をしておきたいというような場合、インポート前にやっておいてもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、件数が、この後インポートするところでお見せしますけれども、一つの文書グループの中に入る回答数が1000を超えるような場合っていうのは、あまりよろしくないということです。これちょっと制限数は知りたかったので、MaxQDN のサポートに問い合わせての回答なんですけれども、1000件以上の回答を扱う場合には、一つの文書グループの中を1000未満にするように、まあグループを分けて扱った方が良いということですので、皆さんもちょっと大きな調査の場合には注意してみてください。ではですね、この Excel で今見てるこのデータをインポートするわけなんですが、ちょっとお料理番組風に先に完成品をお見せします。
んな風にインポートされます。おなじみの MAXQDA ですけれども、文書システム見ていただくと、これはインポートするときに、都道府県で、居住地の都道府県で、文書グループを作るように指定して読み込んでいます。で、1回答が1文書。例えば3番、ID3 ダブルクリックすると、ID3 の方が、答えている2問の自由記述。4番もそうですね。2問の自由記述回答があると。で、それぞれに、この1問目、2問目、自由記述回答ごとにコードにまとまっている全員分の自由記述。この、生活や仕事に、仕事や生活に関連して大きく変化したことという自由記述の全員分の回答がコードにまとまっているという状態になっています。ではですね、あとごめんなさい。選択式の回答ですね。変数の文書変数を見てみます。文書変数のデータ編集で見てみましょう。そうすると、この後ろの方、ここからですね、性別、年齢層、同居者、職業といったように、選択式の回答が各文書の変数として紐づいた状態でインポートされています。では、この状態にインポートする手順を見てみたいと思いますが、この文書システムに新しい文書グループを作ってインポートするイメージで進めていきたいと思います。まず、インポート。そこから、サーベイデータ。で、これ見ていただくと、Excel 表から、またはサーベイモンキーから、そして、2022からだったと思いますが、SPSS ファイルからもインポートできるようになりました。ただ、これ以外で収集している場合でも、大抵のものというのは、その Excel のフォーマットで保存できたり、エクスポートできたりすると思いますので、まあ、Excel からインポートするというケースが一番多いんじゃないかと思います。Excel 表からデータをインポートする。そして、先ほど Excel でお見せしたファイルを指定して開く。で、ここでですね、いくつか指定をします。まず、文書グループ。新規の文書グループを作成して、まあ、すべての回答者をそこに保存するか、または、この選択式の回答の回答によって、文書グループを作るかという選択ができます。で、先ほどお見せした、都道府県でグループになっているのは、ここで現在お住まいの都道府県を文書グループに指定してインポートしました。今回は全部一つのフォルダに入れたいと思います。で、文書タイトル、ここに、回答者の ID など、文書ごとにユニークな値を持っている列を指定します。で、その下見ていただくと、Excel に含まれていた項目がすべて並んでいるんですけれども、ここでコーディングの対象となる、コードの対象となるものか、それとも変数として読み込むものなのかというのをチェックを入れます。タイムスタンプのようにインポートしなくていいものは両方チェックを外せばインポートされません。で、ID は文書タイトルにはなりますけど変数で持つ必要ないと思うので、両方チェックが外れています。で、この生活に関して、大きく変化したこと、社会や行政に臨むこと、この2つはコーディングの対象になるので、コードの方にチェック。都道府県はコードではなくて変数にしたいと思います。で、他の項目はすべて変数にチェックが入っています。これで OK とするだけでインポートをされます。でですね、こちら、今グレーになっているオプション。これはすでにインポートされているものに対して、まあ、同じ文書グループの中で同じ文書名が存在したらどう扱うかというようなオプションなんですね。で、空白せずにコード付けをするという、こちら、チェックしておくと、例えばですね、今、すでにインポートされているこのコードを見ていただくと、
30件インポートしていて、セグメント数30、30となっていますけれども、例えば、一人、記述し、自由記述に何も入力しなかった人がいた場合、この空白セルにコード付けをするチェックしておかないと、29になります。チェックをしておくと、一人記述してない空欄だっても30になります。という違いなんですね。ただ、まあ、どちらでなければいけないということはないかなと思います。扱いやすい方で選んでください。これで OK をします。そうすると、このステップでは、変数のタイプの確認ですね。変数のタイプの確認じゃないですね。すみません。今すでに前もってインポートしているこのアンケートのデータと、これからインポートするアンケートのデータ、基本的には同じものですので、同じ変数が入っています。なので、これは、それぞれここに対応させていいですかという確認ですね。こちら OK なので、このままインポートをします。30件がインポートされました。閉じます。この新規の文書グループという下に30人分がインポートされてきました。ちょっとあらかじめインポートされていたもののタブを閉じてみたいと思います。で、変数も念のために確認しますが、変数確認していただくと、文書グループ、この新規の文書グループとなっているところ、1から並んでいるのが、今インポートした、文書、回答になります。こちらに選択式回答が変数としてインポートをされています。では、ここから、まあ、見ていくわけなんですけれども、普通の文書と同じように、例えばダブルクリックすれば、この1番の人が答えていることっていうのは見られるんですね。で、いきなりコードをつけるとかいうこともあるかもしれませんけれども、まあ一件ずつこうちょっと見ていきたいという場合、自由記述を見ながら、でもこの人は選択式の回答はどう答えてるんだろう、この人の生活とか、収入の変化はどうだったんだろうということを同時に見たい。そういった場合、文書システムの環境設定で変数値をツールチップに表示する。これを使ってみたいと思います。ここで変数を選択するんですけれども、これ何かというと、こうカーソルを合わせたとき、今3番に関する情報が開いていますが、ここに変数の値を表示させることができるんですね。なので、ここで、変数値をツールチップに表示する変数を選択します。この選択式回答としてインポートされている変数を今選択しました。OK します。そうすると、こうカーソルを合わせると、今、下の方に都道府県から、生活の変化など、選択式回答の変数、値を見ることができます。なので、例えば4番の人の話を見ていて、じゃあ4番の人、どんな状況なのかなというのを、こう、いちいち変数の、こちらの変数値に戻らなくても、文書を見ながら文書変数も同時に確認をしていく。で、もちろん、これは普通に、例えばですが、カラーコードを使ったりとか、または、文書内にメモを挿入する。もし、これを読みながら何か記録しておきたいと思った時にはメモを挿入したり、もしくはこの6番さんに対しての文書のメモとして添付したりというように、
普通に皆さんがテキストのデータ、コーディングしたり、メモをつけたりするのと同じように扱うことができます。で、まあ、これで見ていくわけなんですけれども、この、一件一件、こうやっていちいち開いて見ていくだけではなくて、ちょっと全体的に探索したいなという場合、例えばこんなやり方もあるかもしれません。今インポートした文書の中で生活や仕事に関して大きく変化した点。今検索済みセグメントにこの生活や仕事に関して大きく変化した点が表示されていますけれども、ここでワードクラウド。まあ、ちょっと日本語を悩ましいですね。言語オプションで日本語が選べます。そして助詞は無視してくれるんですけれども、助詞以外の機能語を無視してくれないので、まあ、ちょっと悩ましい感じの出力になりますが、ただ、これでどんな言葉が出てきているかなというのはざっくり見ることができるんじゃないかと思います。例えば通勤。じゃあ通勤、どんな発言なんだろうと、こんな風に、言葉から探索していくようなこともできますし、あと、MaxQDA のプラス、またはアナリティクスプロお使いの方、ここに Max ディクショというタブがあると思います。こちらで、単語の組み合わせ、その一つの言葉の頻度だけではなくて、組み合わせとして見ることもできます。ただこれ、日本語だとちょっと残念な感じなので、もし、時間があれば最後に英語でお見せしようと思います。でですね、こうやって、まあ、単語見るとかもいいんですが、実はハンドアウトのさらなる分析の可能性というところに、この文書変数でアクティブ化するというような項目を挙げています。例えばこれ文書変数でアクティブ化を変えることで、そうですね。ちょっとすべて一旦クリアしますけれども、例えば職業が学生の人だけ見てみたいとか、こんな風に見ていくこともできます。ただもう一つ、もしかしたらこんな見方が便利かなと思うのは、混合研究法のメニューの中の、まあ、クロス表から見ていこうと思いますが、全部消去した状態から始めますけれども、ここで、例えば、生活満足度の変化によって、この、話している内容というのは、何か、こう傾向の違いがあるのかないのかみたいなことを見たい場合ですね。すべての変数値を条件として挿入するにチェックを入れて、生活満足度の変化を列に指定します。そうするとこの選択肢全部出てきました。で、これちょっと順番変えたいですね。大きく上がった、上がった、下がった、大きく下がった、変わらない。これで、OK とすると、この、この、大きく上がった、上がった、下がった、大きく下がった分、これごとに何件ずつあるかというのが見られる。ただこれ、件数を見るというよりも、だけではなくて、こちらですね、インタラクティブな引用マトリックスの形で見ることができます。そうすると、この仕事や生活の変化について、この生活満足度の変化別に、コード付きセグメントを見比べることができたり、または社会や行政に臨むことというのを見比べることができたりします。これ今、クロス表を経由しましたけれども、実はクロス表を経由しなくても、混合研究法メニューのこのインタラクティブな引用マトリックス。ここからでもいきなり見ることができます。では、いよいよ、
この分析のサーベイデータをカテゴライズする。こちら見ていきたいと思います。今30件くらいですので、一個一個手で見てもあまり大したことはないんですけれども、これが何百件という回答が集まった場合、どうしても見落としが出たりとかしてしまいがちだと思います。もしくは非常に時間がかかったりとか。そんな時にこのサーベイデータをカテゴライズする。ここで、見たいコードをここにドラッグ&ドロップします。OK。とすると、こんなインターフェースで分析をすることができます。ここで見ていただくと、各文書のこの選んだコード、選んだコードというか、選んだ自由記述の設問ですね。その回答がすべて一覧でこう見ることができる。で、ここに、ツールチップ変数を表示するとすれば、先ほど指定した変数も同時に見ながら見ることができる。で、ここで、では何を、していくかということなんですが、一つは、こうやってますけれども、やった上で手作業でコーディングする。右クリックして新しいコードを作成して割り当てる。変化はない。こんな風に手作業でコードを割り当てていく。このすでに作ったコードにはドラッグ&ドロップでコーディングすることもできます。ただ先ほど言ったように何百件とかあった場合、これちょっと辛いですね。で、一つ、この検索&自動コーディング。これは文字列の検索です。例えば、家事。検索実行すると、家事を含む回答が今選ばれました。これを見て、これやって絞り込んだ上で、こう、手作業でコーディングしていく方法もあると思いますが、ここの家事の家事を含んだこのヒット。ここに新規コードでコーディングするというボタンありますので、これで回答を自動コーディングする。これも一旦自動コーディングどんどんしておいた上で、後で精査すればいいのかなという気がします。で、これを進めていくと、ここからワードクラウドも出せますね。辞書を用いて自動コーディングという、これが進んでいくとこの辞書を作りたくなるかなという気がするんですね。でこの辞書を用いたコーディングは、MAX Diction の機能なので、プラスまたは Analytics Pro を使いの方、使えます。実は辞書、一旦作っておきました。これどういうふうになっているかというと、仕事の下の職業というところには、ここで指定した会社とか仕事とか業務とか、この言葉が出てきたら、職業にカテゴリーする。この言葉が出てきたら、通勤にカテゴリーするというような、あらかじめこの言葉によるルールを作っておく。ですね。で、これを用いて自動コーディングする。もうこれで、コーディングが完了しているというような状態になります。でちょっとだけ辞書の話したいと思うんですけれども、これを閉じないとダメですね。一旦閉じます。この辞書を作る。で、そうすると、実はですね、この MAX Diction の中で、カテゴリーマトリックスブラウザというのが見られるんですね。そうすると、コードを作ってしまう前に、このカテゴリーにどのくらいセグメントがあるかというのを確認することができます。なので、これで見て、やっぱりじゃあこのカテゴリーいらないなとか、いるなとかいう判断した上で、例えば、
見てみたら、このカテゴリーは使わなくていいやとかいうときには、こう、非アクティブ化した上で、自動コーディングをかけるということができますので、これ結構、量の多いテキストデータを扱うときには便利なような気がします。すみません。ちょっと余談になりましたけれども、サーベイデータをカテゴライズするに戻りましょう。で、それ以外なんですが、例えばコメントがついていればコメントを表示したりもできますし、あとこれ単語数なんですね。単語数を表示するんですけど、これちょっと日本語ちゃんと動いてません。MaxQDA のチームにはフィードバック済みです。ので、近々解決されるかなと期待しています。で、もう一つ、新たに加わったものとして、この感情分析あるんですけれども、この感情分析は、残念ながら今日本語サポートされていないので、ちょっとこちらは英語のサンプルプロジェクトでお見せしようと思います。今見ていただいたように、このサーベイデータをカテゴライズするというツール、多くの、回答数が多くなればなるほど、多分、威力を発揮するツールになるんじゃないかと思いますので、サーベイデータを扱うときには、ちょっとこちら、使ってみるといいと思います。では、これから見る、サンプルプロジェクトは、英語のサンプルプロジェクトとして皆さんの PC にも保存されていると思いますが、ワークライフバランスという英語のサンプルプロジェクトになります。で、こちらで、分析のサーベイデータをカテゴライズするで、この下の方を見ていくと、このサーベイオープンエンディットクエスチョンがありますので、ここで一つ回答を選びます。できることは同じなんですが、ここで感情を分析する。今、英語とドイツ語ですね。英語。で、除外語、もしリスト化していれば、指定できます。で、ハッシュタグを無視するというのがあるのは、この機能自体ツイートを対象としても使うので、その場合にはこのハッシュタグ無視する。使う場合もあるんじゃないかと思います。で、これで OK します。そうしたら、見ていただくと、ここに感情という項目ができて、ポジティブ、ややポジティブ。下の方に行くと、ややネガティブとか。あと、この黄色はニュートラルですね。こんな風に、感情のスコアが振られています。で、この感情どうやって判断されているかというと、ポジティブな単語、ネガティブな単語、その差、ここから判断する。ただ、それだけではなくて、例えば、I'm happy と I'm not happy みたいな、not が入っているとか入ってないとか、そういうようなルール付けはされているようです。で、詳しくはヘルプを見ていただくといいと思うんですけれども、研究によると、こうやって機械に感情を判断させた場合、だいたい60から70% くらい、人間が判断した場合に一致する。人間が判断した場合であっても、A さん、B さんでは感情判断というのは多分異なると思いますので、それを考えると60から70% の合致というのはかなり高いような気もします。ただ、機械的にやっていることですので、もし、精密に、MaxQDA で感情を分析してポジティブでしたというような、いうように言ってしまうのはちょっと、リスクがあるかもしれません。この仕組み、よく見た上で、ご自分で、使い方、ちょっと考えてみていただく必要があるかなと思います。あと、もう一つ、この評価に、ポジティブとかネガティブとかいう評価
を判断するような言葉が出てきていない場合、まあ、ほとんどすべてニュートラルになるとか、まあ、あまり意味のある分析にはならないかもしれません。で、これを表示した上で自動コーディングする。この感情で自動コーディングをするということができます。で、一旦これ、コードにしてしまえば、あとは、ちょっとこのカテゴライズを閉じますけれども、あとはもう普通のコードなんですね。なので、例えば、ややポジティブって言ってるけど、これ、ややポジティブじゃないという場合、コーディングを解除したりとか、コード割り当て直したりとかいうこともできますので、こちら。まあ、一旦ざっくり機械にやらせた上で精査するという使い方もあるかと思います。さて、では、せっかく英語のプロジェクトファイル開きましたので、先ほどスキップした単語の組み合わせ見てみたいと思います。単語の組み合わせで、まあ、セットになっている表現を探してくるということなんですね。で、これでこのままちょっと OK としてみますが、そうすると、今、三語の組み合わせなんで、この三つの単語の組み合わせで頻度が出てくるというような。一語だけで見ると、まあ、ちょっとわかりにくいですけれども、ある程度、こう、セットになった単語をまとめた状態で見ると、何を言っているのか、どんな、傾向のことを言っているのかということが、まあ、俯瞰できるんじゃないかということで、この単語の組み合わせ、品質語を見るのと合わせて使ってもいいのかなと思います。まあ、日本語はちょっとまだ不十分な点もあるかと思いますけれども、試してみてもいいかもしれません。で、ハンドアウトの方に、さらなる分析の可能性ということで、いくつか、例というか、まあ、メニューのツール名を挙げていますけれども、例えば、質的なコーディングをしたものと、まあ、変数として読み込まれている量的な情報と言ってもいいと思いますが、それをこう組み合わせてどんなふうに判断をするかとか、またはコードの組み合わせを見たりとか、いろいろな視点で分析をすることができます。なので、まずこのサーベイのデータがどういうふうに扱われるのかということをここで押さえておいていただく。それから分析するときには分析サーベイデータをカテゴライズする。これを使うと、まあ様々なツールに簡単にアクセスして分析がしやすくなるんじゃないかと。ともう一つ、これ Excel の形になっていればサーベイデータと同じように扱えますので、例えば記事のリストみたいなデータを扱いたい方も、このツール使ってみてもいいんじゃないかなというように思っております。ではですね、一旦でもここまでとなりますので、ここからはご質問をお受けしていきたいと思います。質問がある方、チャットにお送りください。どうでしょうね。大丈夫ですか。ご質問ないようであれば、そうですね。
では、ご質問がないようでしたら、ちょっと追加のご案内として、この、さらなる分析の可能性というところで挙げた機能というのは、この混合研究法のメニューにあるものが多いんですけれども、一つですね、このコード、コーディングしたもの、コードとして作成したものを、実は、ここから変数にすることもできるんですね。例えばですけれども、生活の満足度が上がったとか下がったとかいうように言っていますけれども、じゃあ、それは何に関して上がったのか下がったのかとか、いったことを、ご自分で質的にコーディングをしたと。その質的にコーディングした結果というのを、例えば、ですけれども、このプラスとマイナスというの、これを文書変数にする。すると、文書変数として、このコード付きセグメントの数が、変数値になります。で、これを、コードとして持っているか、変数として持っているかというので、何かグループ化するときとか、表示をさせるときとかの自由度がまた変わると思いますので、特に件数の多いもの、どうしてもこの、変数でフィルターをかけたりとか、グループ化したりとかする必要が出るようなものというのは、コードとして見る。または変数に変換するという自由度があるんだよということも、もしかするとご利用が進んでいくと、使ってみたくなる点かもしれません。そうですね。あとは、インタビューとかだとあまり使わないかもしれないけれども、ということで考えると、もしかすると、図解ツールのこの、コードマップ、文書マップとか、文書の数が多くなったときに、いくつかのグループというか、いくつか類似したクラスターになるんじゃないかなとかいうときには、この文書マップ使ってみるとかいうのも、サーベイデータのように件数が多くなりがちなものの場合には、少ない件数のものをクラスターに分けるっていうよりも、件数が多いものをクラスターに分けて、見るという意味で、この文書マップも、もしかしたら使いどころがあるのかなというような気がしております。あくまでご参考までですけれども。ご質問ありがとうございます。件数が1000件を超えるときはどう対応すればよいのでしょうかということなんですが、1000件を超える場合、この文書グループの中が1000件を超えないようにインポートする。いうようにお考えいただければと思います。ちょっと、これが1000行以上あったとしても、例えばですが、それを男性が900件、女性が800件あったという場合には、この性別をグループに指定する。なので、元のデータを必ずしも1000件未満に分ける必要はないはずなんですね。ただ、このインポートするときに、ここの文書グループで何かの項目で文書グループを分けてください。で、例えば性別で分ければ、一つのグループが1000件未満になる。であれば、性別で分けるとか、
職業で分けるとか何でもいいですけれども、1000件超える場合にはインポートする時点でこのグループを分けるようにしてください。で、もしくはこのグループ分け、例えば性別とか都道府県とかで分けなくても、元のデータにグループ1、グループ2みたいな、グループ分けのための項目を入れておいて、それで読み込んでもいいかもしれません。こちらのご案内でお分かりいただけましたでしょうか。ありがとうございます。それでは、今のところ、すみません。最初に準備すべきデータセットがいまいちわかりません。自由記述と混合分析をする場合のセット、練習用のモデルデータとしてどこかにありますかということなんですが、あるかな。日本語のものはないんですね。その標準で提供されているものが。で、この、MaxQDA をインストールしているフォルダ、だいたいドキュメントとか書類とかの下にあると思いますが、そこに examples あって、例えば英語。ああ。なさそうですね。すみません。残念ながら、なさそうです。ただ、普段、例えば過去に取ったアンケートデータとかがあるのであれば、それを使って試してみていただければと思います。はい、ぜひ試してみてください。ありがとうございます。あ、そういう意味ではですね、そうですね、やっぱり、どこかで、サンプルで見ていただければ。もしかすると、Google とかで検索してみていただくと、何か研究とか練習用のデータとして、自由に使ってくださいというように、公開してくださっている方がいる場合もありますので、そちらも、見てみていただくといいかもしれません。それではご質問以上でよろしいでしょうか。はい。では、お時間も過ぎましたので、こちらのセッションはここまでにしたいと思います。本日ご参加いただきましてありがとうございました。また、機会がありましたら、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。